吉田厚友の事務所です。この斉藤雄然さんを迎えまして、この市長選挙の市長、これからの町田市がどうあるべきかということでお話をいただきたいと思います。この町田市はですね、私は中核市になった方がいい、この町田市ができれば政令市都市になってもらいたいんですが、この人口やさまざまな配置からして難しいということで、それに準じる中核市になってもらいたいというふうに、訴えてきました。そしてこの町田市自体の中にこの仕事を生み出していくということで、斉藤雄然さんはこのビジネスということをですね、このビジネス街を作る、そういった主張をされていると思いますので、この町田市の将来というものが、この都市としての将来がどうあったらいいかについて述べていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ただいまお話しいただきましたけども、やはりですね、町田市中核市ということの主張を一般質問で吉田さんがされていたのを聞いてですね、やはり私も八王子が来年に中核市に移行するわけですけど、町田市もやはり中核、町田市自身も何かしら覚悟が求められているというふうに思ってます。で、以前はですね、中核市に単独で行くことはあまり好ましくないという方が多かったと思うんですが、八王子が行くのであれば、やはり町田市もですね、しっかりとそこの移行する形で、吉田さんは都市の格という言い方をしてますけども、格付けを少し上げるという言い方をしてますけども、私は中核市に移行するとですね、福祉の関係、これの許認可権がしっかりと町田市に降りてくるわけですね。で、このことが非常に大きく、これからの医療介護福祉のこの大きな課題を語る上で非常に重要になるんじゃないかと。で、さらにですね、教育の面でも、教員の例えばさまざまなこうセミナーを受けたりとかさせるわけですけど、そういった内容に関しても踏み込めるんですね。で、これは非常に大きなことだというふうに思っております。そしてですね、中核市の件はその件であれなんですけども、やはりこれからビジネスをしっかりと町田市で作り上げていく、このことが必要だと思っております。で、特に新幹線が、リニア新幹線が橋本駅に来ます。で、町田と橋本駅というのは非常に近くてですね、川を挟んでわずか数分で行き来ができるわけですけど、町田側はまだ畑ので放置されている状況です。で、これ交通網が大きく変わるということで、リニアの是非はまた別ですけども、ただもう14年後に来るということが確定しておりますので、そうするとそれをどうやって、ビジネスとして結んでいくのか、あるいはこの町田市自身の立ち位置が交通の要所として今まであったわけですけども、この立ち位置自体ももう一度問い直されることになるのかなというふうに思っております。ビジネスで言うとですね、やはりある程度企業誘致はです、今町田市はこうインキュベーションセンターというのをちっちゃいのを作っていますけども、こういうレベルではとてもダメだと思っているんですね。やはり投資を誘致するというのは、やはりファンドを作ったりとか、あるいは日本国内だけではなくてですね、スモールビジネスを応援するだけではなくて、やはりアジア、あるいは国際的なですね、さまざまな国際企業をどれだけ町田に呼び込めるかという、この誘引をする、吸引するですね、こう一つの仕組みというものを作らなくてはいけないというふうに思っております。周辺の自治体見ますと、もう川崎にしろですね、横浜にしろ、あるいは相模原市にしろ、もう海外にオフィスを作ったりとか、あるいはそういうグローバルな視点でですね、こうしっかりと吸引するための仕組みを作っています。で、特に港があるところはコンテナなんかで海外から来ますので分かりやすいですけども、町田のようなところで何ができるか、いや、先ほどの交通の変革のところに結節点にですね、再度さまざまな象徴的な、例えばビジネスタワーをしっかりと整備するとかですね、あるいはもう少しこうビジネスマンが利用しやすい街の動線をしっかり考えるとか、これは中心市街地に限らずしっかりと整備していく必要はあろうかと思っております。その計画すら今は持ってないという状況ですので、これは有識問題、このまま放置するわけには絶対いかないと思っています。市長はですね、大変お祭りが大好きなんですけど、人が集まれば物事が繁盛するというような見解とか、見解や、あるいは思い方というのはもう時代遅れだろうと思っております。きちんとしたやはりこの企業があり、あるいは事業群が存在をしてこそ、これから先の町田市の発展はあると思いますので、ぜひこの町田市を、このビジネスが発展した町にするという路線を追求していただきたいなと思っております。はい、どうぞ頑張ってください。はい、よろしくお願いします。